あのさ、昨日のさ、アンジェさんのさ、ハーフツインがさ、可愛すぎてさ、もうハーフツインめっちゃ見たかったね。もうハーフツインめっちゃ見たかったね。もうハーフツインめっちゃ見たかったね。もうハーフツインが見たくて、もうハーフツインがめっちゃ見たかったの。だから髪型何がいいって聞かれた時、ハーフツインが見たかったからもうなかったんだよ。もうマイクトラウトさんギフトありがとうございます。トリコ坊主さんもギフトありがとうございます。もうハーフツインが可愛くて、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 もう可愛くて、ハーフツインがもう可愛すぎて、もう今さっきも見てたんですけど写真。いやーなんかね、髪型をね、いろいろね、考えとこうと思って見てたんですけど、もう可愛すぎてさ、涙袋左右差すごいな。もう可愛すぎてさ、もうマシカヌクキタルさんギフトありがとうございます。可愛かったって話、あとなんか言えば気が済みますか。ちょっと知らないですね。いつまででも今日はちょっと風が強くて前髪がなんかすごいパラパラになっちゃったもう可愛い。つつみさんギフトありがとうございます。まちかねくひたるさんもギフトありがとうございます。もう可愛い。てつみやさんもギフトありがとうございます。100キラキラ、いつもアンジュさんに100キラキラ送ってんだけどさ、昨日夜公演後になくて。なわてさんギフトありがとうございます。せいくんさんもギフトありがとうございます。かばかりさんもギフトありがとうございます。誰か言い逃した気がする。すまたんさんギフトありがとうございます。誰やったっけ。てつみやさんギフトありがとうございます。 RC さんもギフトありがとうございます。たかひでさんとはるさんもギフトありがとうございます。キルムス入った、やった、キルムス入った。ポンさんギフトありがとうございます。スマタンさんもギフトありがとうございます。シロナさんもギフトありがとうございます。今日はなんば笑顔開花宣言公演が200回目ですね。ジャングルレディオは聞いてないねんな。私は聞きたいねんけどな。ああなるほど、1ルームで1日100しか投げれないから。なるほどね、なるほど、1ルームで1日100しか投げれない。なるほど、1つのルームでなのか。なるほどね。そう、若菜さんとアジュさんやろ、見たいねん、めっちゃ見たいねん。いつか呼んでくれるかな、いつか呼んでくれるかな。醤油豆さんギフトありがとうございます。もう呼んでほしいな、呼んでほしいな、呼んでほしいな。でも絶対何も喋られへん、カット、絶対何も喋られへん。あつよしさんギフトありがとうございます。ヤン008さんもギフトありがとうございます。トンビさんもギフトありがとうございます。もうさ、そんな呼んでもらえたらさ、めちゃめちゃ嬉しいけどさ、絶対さ喋られへんねんか。じゃ喋れて、若菜さん、もう若菜さんの顔だけ見て、アンジュさんこうやって隠しとこうかな。で若菜さん見られたくないから、結局は若菜さんは隠すから誰とも目が合わないっていう。RC さんギフトありがとうございます。ポーさんもギフトありがとうございます。ヤン008さんもギフトありがとうございます。とりあえずアブリカルビさんもギフトありがとうございます。どうしよう、 うわい、呼んでほしいけどな、呼んでほしいけどな、
呼んでほしいけど喋られへんからとりあえずアンジュさんの目はこうやって隠しといて、でも手のひら見られるのも嫌やな、ちょっと服でこうやって隠しといて、で若菜さんだけガン見して、で若菜さんは見られるの恥ずかしいからまた若菜さんが隠して誰とも目が合わない配信という。若菜さんまだ喋れる、まだ喋れる。曲振りとか絶対もう嫌や、なんな気持ちを込めて歌いますみたいな聞いてください、それなりうんとなる、やだ、あ似合う、やったー、わこれ若菜さんと同じの持ってんねんっていうのを X で見て気づいた、同じやと思って、目どうしたん、どうもしてない、ちょっと前リモートでやってたけど、ああリモートか、私はおる方がいいな、全然寝起きじゃない。しげやんさんギフトありがとうございます、なおてさんもギフトありがとうございます、はじゅさんの気持ちを込めて歌います、しかも歌うじゃなくて書けるんやしな、おもろ、マイクトラウトさんギフトありがとうございます、歌えます、おもろいな、歌えます、聞いてください、で何の曲にするの、君のことが好きやねん、タカさんもギフトありがとうございます、リモートよりいる方がいい、でも目合わせられない、アンジュさんやったらリモートかな、アヤピョとか他の人やったらおる方がいい、タカヒデさんギフトありがとうございます、だってシオンさんとさ、シオンさんとアヤピョンとが3人でやったのがさ、アーさんギフトありがとうございます、初めてやったんけど、シオンさんと対面で話しててさ、あと一人スタッフさんがおってさ、で違う部屋で劇場におるのにわざわざあやぴは違うとこにおって配信をしてるっていうね、謎の形でやってたんよ、でシオンさんまだそんな喋ったことなかったからびっくりしちゃったけど、まあ多少は喋ったことあったんけどくらいやって、そうリモート劇場来てるんやけどな、なべちゃんさんギフトありがとうございます、でハチさんギフトありがとうございます、で何やったっけ、何の話してたっけ、 RC さんギフトありがとうございますアイジュさん最高、おもろ、テレビとかでさアンジュって文字が出てたらさ、カタカナとかでたまにあんねんな、あってなる、今喋ってるくらい話してたら、うえーとても美味しい炙りカラビさんギフト、りっちゃんさんもギフトありがとうございます、カルビ私あんま食べへんねんな、油がちょっと胃にもたれる、胃がもたれる、ハッチさんギフトありがとうございます、それはもう恋を超えている、だって可愛いんだもんね、ヒロゴンさんギフトありがとうございます、ヒゴロンに見えてヒゴロンってなった、ヒロゴンでした住所、りっちゃんさんギフトありがとうございます、りょうさんもギフトありがとうございます、もうあかんわ、可愛すぎるわ、見られへんもんな、あもう可愛いよね、逆に見たい、ヒデさんギフトありがとうございます、カルビちょっと重い、ジンクーさんギフトありがとうございます、ゆめゆめさんもギフトありがとうございます、かわいいよね、本当に本当にかわいいよね、本当にか、あれ私人権の標語で書いたポスター選ばれたで、ルームスで書いてたやつ、そう、青春のドーパミンかわいすぎるやろ、ずっと言いたかった、めっちゃ可愛いよな、今度から私も青春のドーパミンって言うわ思春期のアドレナリンが青春のドーパミンになるのめっちゃおもろいねんけど、どう間違えたらそうなるんやろとても美味しい炙りカルビさんギフトありがとうございます、もうそっからさドーパミンとアドレナリン見たらさ思春期の
アドレナリンとさ青春のドーパミンがさずっと浮かんできてさ、めっちゃおもろかった。あ、目玉ねじゃない、目玉ねじゃなくて、あまり食べないアルミ、あぶりカルビさんギフトありがとうございます。ブラマレさんもギフトありがとうございます。もうかわいい。もしアンジュさんと一緒の公園出てアイコンタクト取れたらどうなります？え、もう動けなくなります。はぁってなって次の動き忘れて動線間違えてねっていう、やばいよね。そんなんダメだよ。見ない、もうこっちから見ない。人権、人権侵害標語、何書いたっけ、個性の話の書いた。ルームスで配信しながら書いてんけど、お姉ちゃんの部屋で一生公園出られん。そう、アイジュさんちょっと同じ NG なんであのちょっと出演 NG。 そう、あの昨日のさ配信でさ、アイジュさんのユニバ誘ってあげてって送ってくれてんけど、割とみんな二人とも人見知りやからさ、多分もう待ち時間で大変なことになるよな。携帯を触るのか触らないかみたいな。いや多分基本触らんやん、喋ろうとするやん。でも喋る話がない、どうしよう、これも喋った方がいいのか携帯を触った方がいいのか、それとも何か違うことをしたらいいのか、うんうんってなりそう。ちいっぱい考えそう。はあ、可愛かった。どうしようってなりそう。どうしたらいいか分からん。神経ポスター、あーそう、レタリングうまくいったやつ。あれさ一発書きであれはだいぶうまくいったと思わん。髪型リクエストどんなん考えた。高めツイン、高めツイン考えたよ。高めツイン可愛いからめっちゃ見たいってずっと前から思ってたけど、でもあんまりやらんってことあんま好きじゃないかなと思って、で珍しいあんまりやらないのがいいですってちょっと濁して言ってん。イ・ジョンホンさんギフトありがとうございます。ジェイソンさんもギフトありがとうございます。キーちょっと待って、ほらアンジュさんの TikTok にコメントしたら秒で黒島ちゃんからいいねついて考え、おもろ、めっちゃおもろいやんめっちゃおもろいやん。じゃあもうさファンの方のアンジュさんの投稿にすらコメントしようと思ったもんな。もう可愛すぎてめっちゃわかると思って、わあこれコメントしたいってなってやめた。いいねだけ押しときました可愛すぎて、わあ可愛いってなって、可愛い。あれ名前間違えてる、ジョンホンさんじゃない、ユンギョンさん。あれ私ジョンホンさんどっから来た。ユンギョンさん、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 あつよしさんギフトありがとうございます。 TikTok これからも続けるの。なんかマネージャーさんに聞いたけど返事がなくて、ぽよさんに聞いてんけど何も返ってきてないです。どうしたらいいんやろな、あれなんかどう使っていいか聞いてないねん。なんかな、どうやろう、どうするんやろ。カード引いたら、あーさきさんが出ないいいねされました、おもろ。マチカネフグキタルさんじゃなかった、どこ見て言うたん。身内推しの力持ちさんギフトありがとうございます。身内推しの力持ちさんって言おうと思ったらマチカネフグキタルさん、ちょっとやばいな、やばいわ。鎌狩さんギフトありがとうございます。キウキの子はこれからもたまに載せます。うん、なんかアカウントは、アカウントがさ、あれはなんかその渚最高の企画よって言って渡されたから、どうするやろ、ストック切れるまで、あのあれはルームスで投稿しようと思う。ポンギーさんギフトありがとうございます。10月から個人アカウントいいんやな。どうしよう、なんか TikTok あげる、せっかくやもんな。何が見たい、何が需要ある、じゃああの何が需要ある。ポンギーさんギフトありがとうございます。ゆめゆめさんもギフトありがとうございます。ユニットもしたいんですけど、ユニットの
何が需要ありますか、あのあのユニットに対するアンチの何がいいんじゃないですかっていうあれじゃなくて、ハッチさんギフトありがとうございます。あの年下ユニットのび太くんのやつみたいなかったっけ、ブリンチ、おい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 、サクパンのお城紹介みたいにアンジュさんの、アンジュさん紹介おもろ、めっちゃおもろいやん。ジョンさんギフトありがとうございます。せっかくやからなんかつなげれるのが絶対いいやろ、誰とユニットするとかに。ああそう、それがな決まってなくて、なんかなにしますなんか何が需要あんのかが分からなくて、私がやりたいのはあるけど、やりたいだけでは成立しやんやん。踊る？自分のあのへったくそな踊りを SNS に投稿する勇気はないです。ちびっこ？ちびっこあんま動いてくれへんねんな、やろなって言ってなかなか進めへんねん。たけしさんギフトありがとうございます。まきこさんもギフトありがとうございます。 RC さんもギフトありがとうございます。今のちびっこがいいね。8期を2人を高校生になるまでにやりたいね。それやったらどうしようかな。しおりさんもギフトありがとうございます。ジェイソンさんもギフトありがとうございます。うん、あまり自分の顔を撮るっていうのが好きじゃないからさなんでこの仕事してんねんって感じやけど、イーユンギョンさんギフトありがとうございます。あまり好きじゃないねん、動画カメラに向かってなんかベリベリーみたいなするのがあまり好きじゃない。アンジュさんそろそろしてにやけてる動画でもいいよ、おもろ、レパートリー少なすぎて、どうしよう。ちびっこユニット、お菓子好きユニット、甘いもの好きな 1,2 ほんで今パッと思いついたんが旅行好きユニット、面白そうじゃない、な面白いけどなんかつなげれるかって言ったら分からんけど、 SNS 中心にするとしたら旅行でもありな気がする。それはお菓子も共通で、動物好きユニット、あそうで、あのコミュ力低いユニット言い方悪いけど、あのなんていうの、人見知りユニット、人見知りユニット、リサ作品おもろ、リサ品にただ私が入っただけやん。イヤホンのバッテリー切れて喫茶店に黒島がヒーヒーおもろえぐいな、だいぶやな。アンジュさんと坂井さん行ってないな、確かに一アンケート伝える。人見知りユニットは今後の世代的にはありな気はするよ。なんかさ、人見知りなんかな人らで活動してる人って割とおるやん、なんかそれを前に出してる人おるやん、なんかね SNS で調べたらすぐ出てくると思うんだけど。高秀さんギフトありがとうございます。あと余一さんもギフトありがとうございます。だからそれを何かしらに使えばっていうのもありなの気もするし、あと変な人ユニットこうお風呂で思いついた人見知り自称でも OK、 うん、あでも、うん、大体見てこの人はああ人見知りやなって思ったら、今日はゲームしてない。私めっちゃ変人やで。自覚あるよ。アイドルなんかなる人で変人じゃない人おらんで。絶対に。おらんで。消えないよー。消えないよー。消えないよー。オッケー。変な人ユニットってNMB全員。それはそう。絶対そうやけど、の中でも隠れた変人。隠れた変人ユニット、隠れた変人ユニットやと1番が何やったっけ、動物好き、1番動物好き、2番お菓子好き、
踏んで隠れた変人ユニット踏んで4個目、何やったっけ、人見知り、時期とな人見知りユニット隠れた変人ならアンジュ、あーそっか隠れてないんか、隠れてないわ、確かに隠しきれてない、くっそーくっそー隠れてないんか、うわアンジュさんとできると思ったのに隠れてないやん、あん隠しといてや、旅好きユニット6ちびっこ、何が需要あるのか、隠れてなくていいやん、確かに隠れてないよ、ピュアな人にそうおもろ、いやピュアな人はアイドル別に向いてるわけじゃないでしょ、計画だよ全部、ひき肉です、ひき肉です、まだ覚えてんのやめてや、たまに思い出すね私もひき肉やったなライブでと思って失礼なこと言ってないよ、アンジュさんは変だよ、隠れてないよ、私も変だけどね、あれ出すの忘れてた、投票投票6までやんな、確かにここに名前上がってる人は隠れてないな、でもアンジュさんは確実に出るやん、キャラは計画的とメモメモ、計画の時もあるよ、わざとこうしてますの時もあるよ、4、あ人見知り、2、おかしい、あイケホノも確かに変わってるな、黒島プロデュース一つだけです、何個もとかできんの投票いっぱいあるな、3めっちゃある、隠れた変人4人見知り、1は動物好きか、動物好きとかなんか可愛い曲できそうやなと思ってる、何かあったら全て投票したよ、おい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 、ちょっとそれは邪魔だぞ、 5は旅好き2個投げてしまった、あーユニットです、ユニット決め、ちなみに3は誰や、3隠れた変人まあまだ決まってないですね、隠れた変人にさくちゃん出れ、え変わって隠れてないってこと、ひどくね、まだ隠れてる、そう雨の動物園みたいな感じでちょっと可愛い動物系のやつできんかなと思って、アンジュさん大好きっていう、あれ黒島隠れてない、もしかして3めっちゃ見て、あそろそろ投票終わったかな、よし終わります、隠れた恋人なんか始まる、3 隠れた変人ユニット、 OK 隠れた変人ユニット、2がちびっこ、まあまあまあそうでしょうね、4が人見知り、おおやっぱり変わったやつの方がいいよな、で1動物やろ、5が旅好き、あお菓子好きが一番低いんや、うん何番に何かが分からんくなりそうやから写真撮っとこう、なるほどね、メンバー誰、インパクトあるよなの方がいいよな、やっぱりでもそれをどこで活用できるかが問題、コーナーさんギフトありがとうございます、隠れた変人の、隠れた変人絶対可愛い何かをできない、うん、3やと思った、ヨッシーさんギフトありがとうございます、ジェイソンさんもギフトありがとうございます、どうしよう見たい、やっぱりでも選んだやつが需要あるよな、旅が娘好きユニット、えぐい、それに投稿したん、投稿ちゃうわ、投票したん、おもろ、まあ、とりあえずお菓子好きはないということね、アンジュさん入れるのか入れないのか、いやユニットいっぱい入ってるからいいかダメかもある
複雑な心境やな。確かに。陰キャ可愛い子、それは人見知りですよ。ベレッタさんギフトありがとうございます。人見知りも割と人気やって。人見知り、人見知りやったらアンジュさん入れるよ。人見知りやったら、あー変人ミオチやろ。絶対ミオチ、絶対ミオチ。黒島が提案して黒島が入らんとかあんの、ひどくね。RC さんギフトありがとうございます。トークかコント、どっちも苦手や、どっちも苦手や。変な人は全員作者が浮かぶ、あ選ぶんが浮かぶに見えた。選ぶん、そう選ぶ。なる兄さんギフトありがとうございます。あ、弥生ちゃんもだいぶ変やな、おもろい。みおち有名か、そっかみおち有名やな。みおちの変人エピソード、眉毛の紹介してきた。今日の眉毛はこれで描きますって言って、おもろいでな、ほんまにほんまにおもろいでな。どうしよう、動物好きとかは絶対可愛い系になるよ。みんな隠れてないねやっぱり。隠れへんか、隠れられへんな変人って。個性派ユニット、言い方を変えよう、個性派ユニット、個性的なメンツが集まったユニット。アミアや自称変人、うん、テンション高いわけじゃないよ。あー、ウホホしないといけない。若菜さん可愛かったな、ゴリラ。リアクション大きそうユニット、私絶対出られへんやん、もう絶対あかんやん私。あやめちゃん、あみちゃん動物好きなん、うん、めげてる子って何。あ、旅行は YNN さん、つなげれそうやな確かに。でも普通に楽しめそうなんは旅行もありやねん、楽しそうじゃない。開き直って返事、でも返事やったら絶対可愛い何かはできない。可愛いのがしたいよ黒島は、黒島は可愛いのがしたいよ。動物好きはやぴょん絶対入れないね。動物好きな、あの福野の方のアミちゃんとか動物好きやね、めっちゃ。旅行一緒に行くの、うん、なんかお出かけ用をするっていうで、なんか紹介みたいな。でも旅行ってなったらちょっとな、なんかな、そのユニットで旅行ってなったら別に旅行に限らんでもいいから、マイピョン動物苦手で、あー、アミちゃん鳩とネズミ苦手、確かに。愉快な読書会、読書は黙るで、私喋らんもん。勉強会、勉強する。勉強ユニット、おもんな。おもんな、でもアンジュさん普通に入りすぎやから無理って言われる可能性もあるよ。絶叫系アイドル楽しそうやな。返事以外薄い、そんなこと言うなよ。じゃあ考えてくれよ、考えてくれよ。賢いユニット、賢いユニットな、賢くないねんな。賢くないねんな。で賢キャラはほんまにやめた方がいいで、めんどくさいから。あとマラソンもあるし、ああ、バンジーシリーズは1回で悪くない、1回バンジー飛んで終わりになりそう。
普通にちびっこでもありやけど、変人な、可愛い、難しいねんな。インパクトはあるけど、インパクトだけではできないですからね。賢い阿部さんと吉野さん、ゆなさんとかも割とじゃない、大学生やし。まあ、若ぽんさんは絶対入れるな。野球好きユニットがないのも、ユニットっていうか普通に固まってるくらい。ちびこうどなんかそれはもうなって感じするから、いつまでもちびっ子を引きずって大人になってもまだフレッシュみたいな感じでやるのもありやけど、かわいいかわいいで。白いタヌキ見ましたか？見てないです。かわいい子が面白い子かとやったら不かわいい、そりゃそう、かわいくないのがやったらかわいくないねって言いたいんでしょ。知ってるよ、賞味期限があるから。なんてこと言うの、なんてこと言うの、君にも賞味期限があるよ、消費期限があるよ君にも。大人になりたいけど大人になりたくないユニット、おもろ。最速で矛盾してるやん。うん、お菓子好きもな微妙いな。そう、はよしたいねんけど、なんか話進まんねんな。あー確かに、各期の最年長メンバーはお姉ちゃんお姉ちゃんしてない。確かに確かに。じゃあお菓子は食べるのも作るのも両方集めようかなと思ってる。お菓子作って売れたらいいのにな。確かに、なんか商品発売したいな。っていう広げ方もあるな。でも最下位やってん投票。旅好きはないかも、なんか普通に何でもいける気がする。それで言うと旅行とさ、お菓子をくっつけてさ、あのキッチンカー的な感じにしてもいいわけやん。お金ないけど。料理関係よな、何もしてないよな。早口と夢の国の名前が、早口と夢の国の名前が似ていること、早口と夢の国が、夢の国の名前と似てる。視力高めたいメンバーに、と高めたいってことは高くない人を集めたってこと。それめっちゃ失礼じゃない、集めるとき女子力高めたいユニットなんですけど。だいぶちょっとダメージあるな。バカポンさんもは料理、料理配信、そうなんや。あ、リサヒーのこと、ミヒーナーの早口はリサちゃんやん。夢の国と名前の似てるミヒーナー、あ、ミヒー、はあ、やっと分かった。夢の国の名前というか夢の国の住人の名前やな。女子力高めユニット、女子力ってもうあれなんやで、差別用語になるんやで、差別、うん、そう、
女の子やからこうっていうあれになるから使わん方がいいらしい。上田和樹さんギフトありがとうございますらしいで、まだそんな浸透してないから、ね、あれだけど、いずれはなる可能性があるから女子力はやめた方がいいかもしれない。難しいね。女子力動画だからダメでしょ。進んでる？全然停滞やで一切進んでないで、停滞すべて。ダンスを好きになりたいユニット、私は入れないですね。すごいです。黒島ができるものがないんだよ。もう喋られへん。勉強してき、話喋れるようになるから。よしさんギフトありがとうございます。中2でも喋れてるんやから大人なんか全然喋れるでしょ。でももう中2やで、次中3やで、もう中2半分終わったで、やばいやん。あと半分しかないの、あと半分しかないの、やばいな。ショートカットのガール、私髪だけ伸ばすねん髪だけ伸ばすねんな。しかもショートではないという、ショートワカポーさんくらいじゃん。かりんさんもショートボブ。疲れてきた。ほんまに一緒やな。もうあと半分やで。可愛いアイテム作ってみたシリーズ、費用がかかるんだよ。だって全部自己負担やからさ。頻繁に作れって言われてもさ、自己負担はさ、ちょっと買いに行くのも全てあるんで。そう、割と伸びた。1ヶ月前に切ってんけど、もう片付くで。アンジュさんがバッタリ切ったら切るでしょ。なんでアンジュさん切るんやねん。私は普通に伸ばして伸ばそうと思ってる。ちゃん的にはどれが一番いい？それは可愛い方がいいよ。お菓子とか動物とか。人見知りもありかなって思ってる。そこ3つかな。自己負担くさ。通帳がある言うても全部それに使ってもうて、全部さあかんかったら終わりやん。材料送る、いやでもそんな毎回送るわけにもいかんから。だからね、うん、そういう系は難しいの。お菓子ユニットもそういう面ではちょっと厳しい。楽器弾けるメンバー、もう私あんま触ってないねんな、やめたから。弾けるっちゃ弾けるけど、 NMB は急に決まるんで急に覚えないといけないんですよ。だからね、あんまり覚える系はね好ましくない。旅行で動物カフェ行ったりできるけど、それは他のユニットでもできるねん。それがもし動物ユニットとかお菓子好きユニット、お菓子好きユニットにしよう。お菓子好きユニットやったら、お菓子好きで何か食べに行きましょうにしても、何か作りに行きましょうにしても、どっか行って何か企画をすることができるから。動物好きやっても動物、行きましょうってなったりするから、旅行にはつながるわけやん。だから旅行ユニットってするよりも、何か違う遠くまで行きそうなやつにしたらよくない？ RC さんギフトありがとうございます。難しい。人見知りもありやと思うんだけどな。そう、行くのは行けるから。なんか特定の一つに入ってたらいいんだけど、なんか私が何もないから難しい。なんかスキルがあったらいいやん。からスキルをね、人に聞いたらいいんですよって書いてたから聞いたんですよ。でもなんか全然そういうのじゃないんだよっていうのが返ってきまして、なんかそうじゃないんだよって思って。
距離の人見知り、遠距離の人見知り、ペンギン観察したい。あんたの頭の中ペンギンしかないやん。スキル、うん、スキル。どれだけ無言で我慢できるかゲーム。私一生いけんで。楽器できるよ、楽器できるけど、もうやめたから。ピアノ1年前か2年前くらいにやめてるし、もう長らく触ってないから。でそんなすぐ覚えれる感じでもなかった。もうちょっと続けてたらいいねんけど。クマ見てこいたい。やまんとこ。バンドやる？バンド系のやつはあんま好きじゃないねんけどな。音楽もそんなやねんな。ティーダラックの人見知り。どういうこと？お絵かきユニット。お絵かきも私そんな上手くないし、ギターも独学やし。人見知りとかやったら固定でそれやから、で割と話も広げれるからありかなって思ってるけど。いユンギョンさんギフトありがとうございます。音楽そんな好きじゃないんやって。百人一首は言ったことない。百人一首はみひなちゃんちゃう？楽器できる子集めて。私はもうじゃあできないです、できないって言います。ノブロー V さんギフトありがとうございます。お芝居はで、そもそもの話のするときに感情が出えへんねんから、お芝居はちょっと苦手です。佐藤くんさんギフトありがとうございます。なんで全部音楽にするんだよ。なんで全部音楽にするんだよ。ドラムお父さんやってたけど私はやったことない。人見知りか。ちょっと考えるの疲れた。やる気が。活動内容どう公開してるか明確にはなってるんやで。なってるねんけど、なってるからこそリスクとリターンがあるから考えてるので、それをね、もちろん皆さんは知らないわけじゃないですか。私が考えてることももちろん、それをやることによって起こるメリットとデメリットもわからないわけじゃないですか。だからどうしようもないっていうね。で 今月のその大人の人との、偉い大人の人との話にやりたいんですよ。一回逃したらもうだいぶ開くから。でマネージャーさんに言ってもって感じやから、だからどうしようかなっていう。早決めなあかんけど、テスト期間やし、テスト期間終わったとしてもまたさ、体育大会もあれば公演のあれもあるし、ライブもまた新しくあるし、時間ないねんな。で絵も描かなあかんし、またそう偉いさんの面談。あの人はめっちゃ私がやりたいって言ったら、あこれはこれはって言ってくれるのと、いいねって言ってくれるから言いやすい。ユニット何人とかも決まってない。ほんまに時間ないからあんまり入れたくないねんけどな。そもそも学校に行けてたら別にさ、そんな追い込まんといかんまでにさ溜まってないわけやん。行ってないからさ、めっちゃ溜まってるわけ。プリントとかも大量、もうめっちゃ分厚いねんっていうのもあるから、細かく説明するのはしんどいしんどい、めんどくさい。なんかな、最近な、配信してたらな、すごい気力が吸い取られていくねん。なんかテンション高いから始まって下がっていって、下がっていって、下がっていって、下がりきって終わるから。衣装とかも作りたいけど材料費かかるから、結局一着作って終わってるねん。もっと布がいっぱいあったらいけんねんけど、割と衣装一着作るってなったら布も大量に必要になるから、
優先順位があるなら学校が先じゃね。だからそうしてたら何もこっちでできないよって話。お休みした方がいいんじゃないの。しても来れないよ。中学生メンバーで協力してほしいわ。合わんからな。リッキーさんギフトありがとうございます。なんか最近めっちゃろう疲れた。13位がワンタンメンさんありがとうございます。12位がカマカリさんありがとうございます。11位がマイクトラウトさんありがとうございます。10位がヤン008さんありがとうございます。9位がジェイソンさんありがとうございます。8位がポンギンさんありがとうございます。7位がアツヨシさんありがとうございます。6位がハッチさんありがとうございます。5位がイ・ユンギョンさんありがとうございます。4位がサトくんさんありがとうございます。3位がワムーチョさんありがとうございます。2位がジョンさんありがとうございます。1位がコーナーさんありがとうございます。ありがとうございました。なんかもう教えてとも頼まれへんし。